ニュース上ね、いやー、はい、始まりました。今日のおじさまは須田慎一郎さんです。よろしくお願いします。はい、お願いします。そして女子は真鍋さんです。はい、よろしくお願いします。はい、真鍋さんね、はい、いろいろ生活お困りみたいで。生活は、はい、そうです ね、バイトなんか時給高いと飛びつきそうに。そうですね、やりたいと思います。やりたいっていつも言ってますよね。はい、言ってるんですけど、なんかあのほら、例えばもう1回簡単なお仕事です、はい、50万円ですみたいなんですが、それはいいですね。いや、その代わりちょっとあの身分証を出してもらって。身分証、はい、あの親の住所から何かまず最初全部教えてくださいみたいな。親の住所から、それはちょっと、お子さんの、お子さんの行ってる学校から何から全部教えてください。学校まで、プライバシーまず全部押さえた上で1回50万のバイトなんですけど、叩きのバイトです。叩き、叩き、強盗。いや、それはちょっともうなんか無理、無理な気がします。でしょう、はい、今日はこれがテーマです。はい、はい、今すごいですね、闇バイト。すごいですね、本当にもうこんなにあからさまに募集してていいのかなってぐらい募集してるし。マジで見たことない。来るらしいの、DM が。DM が来るんですか。 UD 募集とか。 UD？ UD なんすか。受け子、出し子。あー、ね、UD ね。 UD、なるほど。ジョーナさんが言われた叩き募集。叩き、カツオじゃないんだよ。カツオしか思いつかなかったです。はい、という形で、はい、なんか知らないの、どうしてここに当たりをつけるのかなっていうところに、はい、もうショートメールでドーンと来るっていうね。ショートメール気をつけて。来たことないんですけど、まだ、ああもう来ないに越したことないです。だから何かのリストに引っかかってないんだろうね。あ、なるほどね。あれ、まずどうやってそのリストを。うん、もう簡単ですよ。例えば闇金だとかね、はい、例えば何か、やばい商品を買ったとかね、はい、あるいは、まあ、どっかに借金があって、はい、ね、まあ、借金といってもなんか売掛金とかね、はい、あるいは飲み屋のツケとか、 あるいはギャンブルでの負けとか、はい、そういう時大体携帯電話の番号って相手に伝えるじゃないですか、はい、なるほど、まあ、そういったものがリスト化されていて、はい、そういったリストが、結構売買されてるんですよ。ほう、売ってるんですね。売ってるんです。電話番号売ってるんです、ね、やばいね。売られてるんですね。そう、売られてる情報が。だからそこからですね、まあ、ではそれを活用する、利用する人、はい、それを何らかの形でお金に変えたい人がですね、はい、まあ、それを使って、でも、まあ、セグメントできてるわけだから、あ、この人金に困ってるなとかね。セグメント、セグメント。だからこれアトランダムに、だって常連さんに送ったら絶対、そうそう、お金困ってない人送っても誰も、はい、なんか、こんなの警察にってなっちゃう。はいはいはい、うん、そういう意味で、あ、ちょっと行こうかなって思う人は、はい、変な借金してる人、あ、言えないね、言えない、人に言えない借金を、でそれをこうセグメンテーションしてあるわけですよ。ちゃんとこう、はい、フィルターしてその人たちだけの、ね、はい、選んであるわけですよ。バッチリ、もうすごいです。マーケティングですね、ある種。そう、いや、いや、ほんとそうよ。結構ね、科学的にというか、経営的にというかね、なるほど、行われていて、最新のウェブマーケティングの指標で作ったリストですね。すごい。ノウハウがすごいです。すごいでしょ。ね、だから場合によっては、はい、その、やばいね、例えば薬物であるとか、はい、最近はあれですよね、なんていうんですか、その、まあ言ってみれば、大麻のね、はい、マリファナの成分から有害物質を除いたなんていう、はい、合法的な、はい、ね、リラックス、ね、ありますね、ありますよね、はい、そうですね、はい、だそういったものもリスト化されていて、でそういった人って今のところはなんていうのさ、合法的なところで満足してるんだけども、はい、いずれね、それ満足しなくなるぞっていうところで、それはそういった人たち向けにいろんなアプローチが、なるほどね。いや、私ね、実はね、勝間和代さんに一個話聞いたことあって、はい、お金配りおじさんこと前澤さん、なんかあれに似たようなことやってるような人が結構いっぱいいて、で、その RT したら誰かに100万当たりますってあるじゃないですか、はいはい、あれやった人がリスト化されてるってなこと聞いたことあるんですけど、なるほど、そういうことですか。まあ、でもそういう人だってね、お金に困ってるとか、お金欲しい人だから、あー、確かに、フィルターかけてきてる、そこからもう大丈夫、追い込まれるんですね。大丈夫、どうしよう、そういうのやってない、したかもしれない、前澤さんはやったかも、やばいやばいですね。でもそうするとね、はい、要するにそういった募集をかけた側と、はい、その個人ってほとんど
人間関係ないわけじゃないですか。ないですね、はい、認識もない、はい、でそうするとね、じゃあ高額のバイトに釣られてやってきたけれども、はい、でちゃんと目的が果たせたら別に払わなくていいじゃない。まあそうですね、返すね、ちゃんと払ってくれっていうふうに言ってくるにも、はい、なんかどこに行ってったらいいのかわからないし、はいはい、ね、ですね、だからそういった意味で言うと、いとも簡単にトカゲの尻尾切りのように切り捨てられていく。あ、だから結果的に仕事はしたんだけど何も報酬がもらえないっていうケースが出てきてるんですよ。なんか前ありましたよね、捕まったやつが商品を渡したけどその場では何ももらえなくて後で言われたけど何もらってない、怖っ。怖い、。だからほとんどね、はい、そのさっき言った UD とか、はい、あるいはたたきっていうのは消耗品。むしろそこに何らかのね、はい、人間関係があってたりあったりですね、はい、あるいは何らかのこの集団化されてる、グルーピングされてる、はい、ところだと、はい、捕まったら、はい、捕まること前提だから、今の警察は優秀だから、ええ、絶対捕まえるそこ。そこポイントですよ。絶対捕まりますから皆さんね、これね、間違えないでくださいね、必ず捕まると、必ず捕まる、捕まる前提で使い捨て、うん、ね、ちょっとリスクが高すぎますね。怖いですね。だって今さ、はい、僕ね、あるまあそういったビジネスを過去手掛けていた人に話聞いたことあるんですよ、はい、でそうするとね、監視カメラ、はい、あるいは、警察の警備カメラっていうのは、はい、もうほとんどのところ網羅されてるわけ。おー、ね、だからもうほとんど顔が抑えられてしまう、はい、どこに向かって逃げていったのか、そしてそこをまたその先を抑えていくと、あ、ここ通ったよね、ここ通ったよね、はい、この駅使ってるよね、ここ降りたよねっていうところが全部かけられてしまうんですよ、はいはい、でとはいえ警察の方も最終的にですね、まあ本丸といったらいいの、誰からの指示を受けているのか、はい、やっぱりその、まあ本当にこの、まあ言ってみれば主犯のところに行き着くために、はい、泳がしておくケースが一般的なんですよ。ああ、わざと。わざと。どっかで接触するに違いないみたいなね。で、まあ、で、そういうところも戦国承知だから、まあ言ってみれば、そのリスクを避けるためにもほとんどそこを接触のをしないような形、接触したとしても、はい、要するにその監視カメラがどこにあるのかっていうのは分かってるから。なるほど。そうじゃないところ、おー、で最近で言うと虎ノ門ヒルズなんか比較的安全かな。え、どういう意味ですか。監視カメラはない。そうだから、ああいった新しく作られたところって、要するに警察の警備カメラがまだ行き届いてなかったりとか。ああ、怖っ。で、あそこのね、ちょっと中2階とか2階に、はい、オープンカフェがあるんですよ。ありますね、はい、ありますあります。あそこなんかまだ安全地帯。安全地帯何危険地帯じゃないですか。そういうことなんですね。それとか、はい、あとどうだろうね、もう最近は使われなくなったのかな。ちょっと前までだったら、あの新幹線の、東京駅の新幹線の南口といったらいいのかな、はいはい、のところにスターバックスある。ありますね、はい、でスターバックスのところで少しこう待ち合い室みたいになってて、ありました。あそこ安全。あれないんですか。何、あそこはね、比較的ね、覚醒剤の受け渡し、ね、ちょっと、またピー入れなきゃ入れなくなっちゃう。そうなんですか。そう、お薬の受け渡しって、そんなとこで。まあ、別にあの小選薬局があるわけじゃないですよね。そうそうね、ですよね。はい、あの今月初めてなんで保険証ちょっとお願いできますかみたいなのじゃないない。じゃない。意外とあそこってほら入場券が入ってくるし、終わり絶対ピー入れなきゃいけなくなっちゃうと思う。すごい。まあでもノー編集でピーだけ入ってるんで、忖度してください。忖度してください。小選薬局じゃないんですよ。じゃないお薬です、ね、月初めに保険証とかです。保険証や自費診療ですね。自費診療のやつ。高いやつですね。高い。漢方じゃないやつです。そう。割と漢方じゃない。合成されたやつですけど。でもなんか、処方して飲むと、ね、やる気になります。そうなの。やる気になる。もうまた、どこをどうつまんでいいか分かんなくなるからやめてください。それが東京駅で。東京駅。うわ、怖っ。だからそういうノウハウを全部抑えてるんですよ。ノウハウを。ノウハウを。すごい。情報。緻密なマーケティングですね。そうそうそう。うわ、だからそこでじゃあ、ね、持ってきたものは受け渡ししようとかね、はい、とすると要するに、そいつはもうずっとマークされてるんだけども、で主犯の方は全くノーマークっていうか情報が抑えられないっていう状況になる、はい、なるほどね。もう切り捨てる、トカゲの尻尾切りをすることを前提。おお、
もしね、あの、はい、ご覧の皆さん方、はい、ね、ね、情念つかずチャンネルご覧の皆さん方、マイソントラが、ご覧の方、はいはい、安全な地帯を教えてくださいってね、なんかこう、はい、コメント欄に入れていただければ、はい、次回ちょっとね。教えちゃダメですそれ幇助になっちゃうじゃないですか危険地帯ですよね危なあでもそうか安全のところに近づかないと彼らにとって安全の場所じゃない近づかないっていう意味で、ね、うん、でも東京駅でもあそこだいぶ改装されましたよ、あそこら辺ってまだ残ってるでしょ、まあ、ちょっとは残ってますね、謎のやたら広い待合スペースそうそうそう、ね、スターバックス前のありますあります、はい、あれか、うん、なそして虎ノ門ヒルズ他にもいっぱいあるそうです。そうなんですね。これ抑えて商売やってるんですね。意外とね、そのね、抜け穴っていうのかな。あるもんだなってしみじみしますよ。で、その本社の方っていうのは絶対前に出てこないですよね。出てこない。で、なんかフィリピンからやれたりとかしたわけですよね。ねそれこそ、うん。どうなんですか、この実体的なものっていうのは。いや、だから今一生懸命ね。ねだから捕まったっていうか送還されてきた中に、はい、実はルフィがいたとかいないとかなってるけれども、仮にそれはルフィだとしても、はい、要するに子会社の社長を捕まえても本社の社長に行かないっていう。なるほどね。だから子会社の社長だって本社からは、要するにさっき言われたような個人情報全部握られてる、はい。ああ、そういうことです。そうなんです、ね。逆らえないようになってるんですよ。そうなんですね。はい。やっぱり本丸の人がいるんですね、ちゃんと。だってなんかそういうね、犯罪的なことやれって言われて、じゃあやめますって言ったら、うん、じゃあお前もうここまで、お前乗ったのをそのまま警察突き出すからってやられるらしいんです。ちゃんとね、全部取られちゃって娘の学校とかも取られるんですよね。そう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 親御さんのところもね。うわ、もうちょっとそれは。ですね。これじゃあ、こんなに緻密にね、マーケティングまでしてシステムをしっかりしてるってことは、ね、もうそんな闇バイトでパッて参入しても儲けられないじゃないですか。もう儲けられないでしょうね。ですよ ね, ね。でもみんな釣られちゃう。だからどうなんだろう、やっぱりそれだけお金に追い詰められてるっていうかね、あるいは、お前さね、借金返せないんだったら、あれつけ、ね、払えないんだったら、ね、で女だったらさ風俗行く手もあるけども、男だろうと、こう一発ちょっと腹決めてやらないで、ね怖っ、腹決めてやってこいと、うん、いやそれでね、大阪とか沖縄からわざわざ川崎まで来て、ね、強盗やって、この間大阪のやつ捕まりましたよね、うん、なんかケバブ店の店主に電気コード投げられて足絡まってすっ転んでそのまま抑えられて、まあ、全国からリクルートが行われる、リクルートすごいすごいですね、学部学科は問いませんみたいな、人材豊富材すごいですよ、未経験者歓迎みたいな、未経験者大歓迎、大歓迎、むしろ怖いものしてますね、そうか、だからあんな稚拙なことやっちゃうんですか、だって時計店だってひどかったですよ、ひどかったです、みんな映画のロケかと思ったらしいですから、マジで、あれもね、赤坂で捕まりましたよね、だから捕まらないようにするから、はい、ハードルがどん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 上がってって、恐れる店とか恐れるね、ところがね、はい、決まってきちゃうわけですよ、はいはい、捕まることを前提だったら何も怖いもんないです確かに、発想が逆なんですね、そう、捕まってもいいかなと、捕まってもそこからこっちへ来ないような、そういうですね、なんていうの、ファイアウォールを作ってるそうか、品物だけもらえるファイアウォール、うん、すごいですねすごいな、もうね、発想展開してください、捕まることを前提になってますから今、ああなるほど、そうか、捕まんないようにやるから大変なんですよ、大変よ逃げなきゃならないから大変、大変、なるほどね、捕まってもいいとなればと、これあれですね、自爆テロとかにも近いですね、そうです、ね、生きて帰ってくることを前提としないと、ね、とんでもないもう、なんか悲しい、いや、これ実際そうなんですよ、なんかアメリカ軍を結構苦しめたあの手のテロって、はい、そのやってくる工作員が別にもう生きて帰ってこなくていいんだもん。って考えると、なんかもう作戦のソリューションスペースが一気に広がっちゃうんですよ、だからアメリカ軍すごい苦しんだんですよ、うん、だからね、同じですね、逃げなくていい、逃げなくていい、なるほど、捕まっていい、はいファイアウォール完璧、はい、むしろファイアウォールを強化しようみたいな、ね、でももらえる額って50万円ぐらい、いやもらえない、もらえない、50万で釣られていってそのまま捕まってそうか、むしろ人生もう本当に大ダメージでこっちの持ち出しみたいになっちゃうんですよなるほどね、成功してるやついるんですかこれ、いや、いないよ、だいたい捕まってる、捕まってるでしょうね、だいたい捕まっちゃう、じゃあ仕掛ける方もそんなに儲かんないじゃないですか、あ、でもノーコストなんですね、ノーコスト、あ、そうか、喋って、喋りで、喋りで枕らしい感じで、なんか一個たまに成功すればラッキーぐらいの感じなんですか、うん、いや、だからそういった意味で言うとね、はい、もう、なんていうかな、そのプランニング、
プランニング。プランニング。これを完璧にやれば、意外と、いける。仕事は段取りってことですね。ビジネスですね。すごいね。で、やり取りする、まあ、携帯での飛ばしだとか、いろいろありますしね。で、まあ、そこで、シグナルだなんだを使って、連絡を取り合う。だからといって、これ復元できないわけじゃないよってケース、警視庁持ってるけども、復元してみたところで、行き着かない。で、厳しい取り調べをやってみたところで、何も情報は出てこない。まあ、本人たちは知らないわけですよね。恐ろしい。でもこれやっても儲からないってことになったらやりやすい減るんじゃないかと思うんですけど、どうなんですかね。だから何かの弱みを握られるとかね。ああ、そっちですね。最初だから闇カジノみたいに手出しちゃって、いっぱい借金作っちゃって、お前どうすんだと。いやーもう。一生働いても返せねえぞ、どうすると。ちょっと叩いてくるかっつって。叩いてくるか。ちょっと叩けば一発で50万ぐらいいくよと。もう人生が終わるじゃないですか。いや、人生終わるんですよ。ほんで使い捨てされちゃうと。だからといって、そっちのやってくるかって、それで返してくれよって言ってもね、まあ補助になるかもしれないけれども、ところが やるのはその貸した側じゃないから。ああ、確かに、確かに、そうですよね。一発、単価の高いバイトでもやってさ、みたいなことを、ほのめかすんですかね。いやー、そうですね。怖い。怖い。怖いですね。いや、だけどこれって昔から古典的な手口としてあってね。はい。例えばこういうのあるじゃないですか、歌舞伎町あたりでね。はい。なんだろうね、ホストと、ね、風俗が一体化している。スカウトとホストが一体化していて、はい。それでなんかこう、素人さんが引っかかっちゃって、はい。お店で高額な、借金。借金をつけよう。はい。で、それを金銭消費貸借にしておいて、はい。で、それを盾に借金取り立てに行きます。ね。返せなくなると、じゃあ風俗行くか、ね。っていう、あるいは、AV 出るかみたいなところに持っていくっていうね。ね、同じですね。同じなん。手口的には。怖いです、ね。怖。それ男だからそれ暴力番組。そうそうそう。怖。怖い。だから雛形あるわけ。雛形あるんですね。ね、ああ、で、それをだからちょっとこう、イノベーション。イノベーション。ビジネスイノベーション。技術革新。技術革新。ダメです。ダメです、なんか。そうかと。ね、あの、風俗に、ね、風呂に沈めてなんて ね、昔ね、あの、なにわ金融道なんか書いてありましたけれども、じゃなくて、あの、ルフィ、ルフィに預けてみたいなことですか。で、だから、以前はね、それを警戒されないように、はい、いや、だから単純に書類を受け渡しするだけ、ここに持ってくるだけ、みたいなね、はい、ような言い方してたんだけども、ね、で、なかなかそれだと警戒されちゃって、人が来なくなる。はい、となると、はい、もう確信犯的に、犯罪行為だということを前提にね、はい、集めてくるっていう。すごい。すごいですね、うん、それで集まっちゃうっていうのもまたすごいですね、まあ、困ってる人がいるんですよ。まあ一攫千金というね、甘い、ね、これをやったらね、借金から逃れられるとかね、考えちゃうんでしょうね。そっか、マグロ漁船とか臓器売買よりはいいんですかね、うん、どうなんだろうね。手が出しやすいですかね。かつてはでもあれだったんですか。そうするとこれ今はだからこういう感じになってますけど、ね、かつてはそれこそマグロ漁船とか臓器売買だったんですか、これ。うん、でもそう、でもそうすると、はい、要するに、まあそういう風評、マグロ漁船のそういう風評があって、確かに都市伝説的ではなんですよ。本当に行ったやつがいるのかどうか。はい、で、いきなり素人がマグロ漁船に乗って役に立つのかどうか。まあ、ただなんですね、もうね。無理ですね。あるでしょ、はい。で、じゃあ臓器売買やって、じゃあそれを、臓器を買ってくれるところ、じゃあ摘出して、はい、じゃあ次のね、患者にそれを移植するところ、これどこなんですか、うん、それがちゃんと確保できるんですか、海外ですね、みたいなところ、めんどくさいじゃないですか。なるほど。なるほど、確かに。手っ取り早くないじゃないですか。そうですね。で、むしろ、あるところからお金持ってくるとか、時計持ってくる方が手っ取り早いから。なるほど。やっぱこう、現代で、ファイアウォールができたんで、このシステムが、成立しちゃったと。どうなの、ね、いい世の中なんですか。いやいやいや、前はだから闇金牛島区みたいな感じで、こうなんか山奥のタコ部屋みたいなので奴隷労働とか生活保護取らせてみたいなだったんですけど、ちょっとそれも危ないと、足もつくし、ね、でファイアウォールできたから、もうこっち預ければもう完璧じゃん、誰も損しない、損するのを突っ込ませられるだけなんで。なるほど。それでね、最近ちょっと気になってるんだけども、はい、これ僕も引っかかっちゃったのよ。え、何かって言ったら最近ね、それこそ、入国難民法、ね、はい、改正案が成立して、はい、あの時に、あれ、常連さんもツイッター出してなかったっけ、はい、外国人犯罪者は結構激増してる。ああ、そうですね。はい。で、中でもベトナム人が、多いですね。してるじゃないですか。はい、で、ちょっと前、1年ぐらい前に、
ベトナム人労働者の間でこういう詐欺が流行ったんですよ、何かって言ったら男女一組になって、はい、ターミナル駅にいるわけ、はい、で女性の方がこう、はい、なんていうのキャスター付きの、はい、バッグを持ってるんですよ、はい、で声かけてくるわけ、はい、で人の様子、ね、人の様子が男性が、はい、いや彼女ねこれまで働いてたんだけども、コロナで、そこがね潰れちゃったと、で働いてたお金一銭もらえなかったと、で前橋に行くとなぜか前橋なんだよ、前橋に行くと、ね雇ってくれるところがある、知り合いがいる、そこに行きたいんだけどもお金がないと、見てくださいと私たちは、一番の160円かな、はい、JR のね、はい、一番の安い切符しかない、はい、で見てくださいって財布に見せる、一銭もないんです、だから前橋に行くのに5000円必要だと、必要だと言って貸してくれませんか、ああそれなんか昔あの戦争終わった後に工場潰れちゃってって言って、あの給料ペンでもらったんですとかって、わかわいそうだねと、おーこれすげえいいやつじゃないかとか言って、これ5000円でって、なんか昔あのよくコントのネタでやってましたよね、あのノリですね、そうあれやってるんですか、みんなそう、ずいぶん新宿で引っかかっちゃったわけ、優しい、5000円出してるんですか、5000円あげて、でしかもじゃあでも前橋は遠いから、飲み物代もしたら6000円、優しい、須田さんに声かけたらいいですね、でそしたら、で今度東京駅しばらくして東京駅で全く別のベトナム人カップルに同じ、ああ同じ頭さで、確かに調べてみると前橋までって4000何百円だね、うわうまいな、値段も設定の仕方うまいでしょ、うまいですね、で結果的にそれで調べていくと、それがもうベトナム人の、ね、はい、間に在日のデメダネがすごく蔓延してたわけ、でところが、はい、それを支持しているベトナム人がいるわけ、お指示役が、指示役がファイアウォールの向こうに、これをこうやってやると、はい、だからそのなんていうのビジネスモデルを組み立てて、こういうのこういうわけで、ね、すごいで男女カップルでって、はい、いう形でどういう人を狙うとかね、はい、でそっからそれがねある種こう犯罪予備軍になってくるよ、あですね、これつまり指示をしてるのはベトナム人マフィアなんだよ、はいはいはい、ね、なるほど、でとりあえずまあちょっとギリギリ詐欺みたいなやつやらせて、そうそうそう、ちょっとやったら今度もうちょっともっと儲かるよっつって、うん、でこれをねあの歌舞伎町のベトナム料理の店で教えてもらって、いやそうなんですかって言ったらそうなんだと、あれは日本編だと、入門編、あれで罪の意識をこう、あ、まずじゃあトレーニー、トレーニー、そうトレーニーです、これから星がついていきますから、帽子に星がついていきます、すごいです ね最後じゃあマネージャーまで目指して頑張ろうみたいな、なるほど、でそうすると今度車の窃盗だとか車上荒らしとかね、あー桃盗んだり梨盗んだりもいろいろますよ ねいやー恐ろしい、嫌な話を聞いてしまいました、本当にそうなんですね、なんかベトナムって社会主義圏なんで、社会主義って割と実はモラル崩壊してるのが多いって言うんですけど、それも関係してるんですかね、で、あとやっぱりなんていうかな、その、まあベトナムの賃金体系とか、ね、はい、物価水準からすると、はい、ちょっと人騙しただけで、破格のお金が、ああそうか、5000円でもすごいんですね、向こうの物価だと、そう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 、確かに、そういうのもあるんですね、そうですね、いやでも増え続ける外国人犯罪ね、はい、これちょっと次週予告なんですけど、はい、次週はねこのね、あの、まあ、外国人犯罪の問題を中心にお届けしたいなということで、はい、埼玉県民必見ということでね、次週お届けしたいなと、はい、まああそこの話をしたいと、まだちょっと言わないですけどね、はい、したいと思いますので、今週本当にありがとうございました、ありがとうございました、いろいろ分かりました、いろんなことが分かりました、ということで来週もこの犯罪スペシャルいきますので、ぜひご覧ください、犯罪スペシャルです、ぜひご覧ください、また来週、